まず世界の成長センターである ASEAN と我が国が、新たな次元で、協力連携を強化するということは、曲がり角に立つこの世界の平和と繁栄にとって、大きな意味があるということを、考え、そして訴えてきました。そうした考え方に基づいて努力を続けてきたわけですが、今回、それを一つの成果として形にすることができたと感じています。まず1点目として、50年にわたる日本と ASEAN のこの関係を包括的戦略的パートナーシップに格上げをする、こうしたことができました。また2点目として、日本としてこの包括的連結性イニシアティブ、日 ASEAN 包括的連結性イニシアティブを発表することができました。また ASEAN の訴えているこの ASEAN インド太平洋アウトルック AOIP を、日本として、主流化することを、支持をする、こうしたことを明確にした上で、日本の訴える FOIP と、そして ASEAN の AOIP、これが相乗効果を発揮して、発揮するような協力を実現する、こうした考え方を確認することができました。そして質問は12月の、日 ASEAN特別首脳会議に向けてですが、ぜひ12月の会議においては、新たな協力のビジョンを明らかにしたいと思います。法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序、これを実現するための連携、これを確認するような、その新たなビジョンを発出し、世界に向けてそれを力強く発信をしていく、こうしたことにつなげていきたいと考えています。以上です。すいません、日経新聞の秋山です。はい。秋元衆議院議員が、受託収賄の疑いで、逮捕されました。野党は、政務官に任命した任命責任も、問うということを言っておりますが、再エネ政策への影響も含めて、総理の受け止めをお願いいたします。はい。まずご指摘の点については、個別事件における捜査の具体的内容に関わることであるからして、所見を述べることは差し控えなければなりませんが、我が党所属の現職の国会議員が逮捕されたこと、これは大変遺憾なことであると感じています。改めて、我々、国会議員、改めて襟を正し、そして国民のために緊張感を持って職務に邁進しなければならない、このように思っています。任命責任等については、まさに捜査が進んでいる最中でありますので、今の段階においてこの触れることは控えますが、この再生エネルギー政策ということで申し上げるならば、今まさに世界エネルギー危機と呼ばれるような大変難しい困難な状況に直面をしています。その際に脱炭素化と、そしてエネルギーの安定供給、これを両立させるために再生エネルギーは大変重要なものであると認識をしております。こうした再生エネルギーの政策の推進、これは待ったなしの課題であり、改めて引き続きこの透明性を持って再エネ政策に取り組んでいかなければならないと考えます。以上です。
で、遅れてんでもう一方ぐらいです、事実通信社の大町と申します、はい、端的にお伺いしますけれども、自民党役員人事内閣改造について日程は固まりましたでしょうか。また、茂木幹事長を総理が続投させるとの報道もありますけれども、麻生副総裁、茂木氏、あるいは松野官房長官など、政権等の骨格を維持するお考えはございますでしょうか。まず日程はまだ確定はしておりません。そして人事の中身については従来から申し上げているように適材適所であります。その考えに基づいて、日程も考慮に入れながら人事の中身考えていきたいと思っています。現状は以上です。